コンコーン、明けましておめでとうございます。本日は2016年1月1日、元日でございます。今年も張り切って放送してますを、よろしくお願いいたします。今回は、臨時牧場に来てます。ここで、新年第1回目の、新春恒例とかはいきませんが、新春の運試しの、羊狩りをしたいと思います。何が出るかお楽しみです。何かいいのが出ればいいけどな。それではやっていきましょう。今年も明けおめメールを、友達に送ったんですけれども、半分以上寝てました。もう最終ツールがない。早い。半分以上寝てたので、半分帰ってきたんですけれども、送ったのが11時50分ぐらいに送ったので、おめえ早えよっていう感じで返事が来ました。で、なぜ11時50分ぐらいに送ったかというと、アクセスが集中して遅延が起こると思って、危ねえ、フリーズした。アクセスが集中するかと思って、それを避けるために、11時50分ぐらいに送ってみました。無事遅延なくすぐ送信されたみたいです。なんかよく足の裏がよく出るな。今日は今現在の時刻は9時20分、朝の9時20分なんですけれども、今日はなんとなくどこかに出かけたい気分なんですよね。以前は、何神社だっけ、明治神宮か。明治神宮に行ったことがあるんですけども、あそこにはもう行きたくないですね。あんなに並ぶとなると、トイレもろくに行けないですし、座って休むわけにもいかないんで、ずっと立ってないといけないので、あれはきつかった。何年前に行ったのかもう記憶にないぐらい、ちょっと前なんですけど、体調が悪い時で、一番端の列に並んで、端っこだからちょっと座れると思って座ってたんですけれども、あの行列は、明治神宮広いんですけど、いかんせん、人のアクセスがかなり集中するので、あれだけ広くても、すっごい狭く感じましたね。あとは、どこ行ったかな、伊勢神宮とかも行きたいんですけどね。どこか行ったっけ？七福稲荷だったっけ？何だったかな？稲荷神社は仕事のじ、ま、おも、お祭り事ですよね。何だったかな？忘れちゃった。どこかに行った記憶があるんですけれども、忘れちゃいました。今日はどこかに行って、ちょっと散財しに行きたいんですけど、携帯の引き落としがまだされてないので、ちょっと怖いですね。いくら請求が来るのかがわからないので。
肉しか出ませんね。肉肉肉肉肉。肉ばっか。まあ、今日出かけるとしたら、新宿か秋葉原ですね。まあ、新宿行ってからの秋葉原っていうのがいいかなとは思うんですけど、新宿で買い物したら秋葉原に行けないから、秋葉原先の新宿の後の方がいいかなとも思うんですけど、どっちがいいかな。何を買うかだよな。秋葉原に行ったらメイド喫茶に行ってくるかな。新春一番のメイド喫茶に行ってアルコール飲み放題をちょっと2000か3000ぐらいで飲んできて、でいい感じに酔ってから帰ってこようかなとも思ったりもしてるんですけどね。おっと、もう余計なのが出てくるんだから。秋葉原駅の新宿かな。そっちの方がいいかもな。秋葉原で食事して帰ってくるか。秋葉原でなんかいいメッケもあるかな。CPU クーラーをちょっと新しいのに変えたいな。水冷はちょっと付け方がわからないんで、できないんですけど、あれってなんか最初水入れないといけないんですよね。ああ、また固まった。もう嫌になる。秋葉原で何かを。ヘッドセットもう一組買おうかな。ヘッドセットの耳当ての部分が合皮じゃなくてウレタンとか、メッシュが一番いいんですよね。ここ蒸れない、これが一番いい。今まで試した中ではメッシュが一番いいですね。ちょっとメッシュの
ヘッドセットを買ってくるか、ヘッドホンとマイクにするか。ヘッドホンとマイクでもいいんですけどね。ヘッドホンとマイクだと、マイクを移動させないといけないんですよね。ヘッドセットだとその分、どっち向こうが、どこ行こうが、マイクがついてくるんで、断然楽なんですけど。ヘッドセット買おうかな、どうしよっかな。ちなみにヘッドセットは2週間ぐらい前に買いました。7000円です。7000円のヘッドセットを買ったばかりなんですが、これがまた音が割れる、非常に音が悪い。今年の運試しは悪いようですね。黒い結晶のかけらが一個も出ませんね。まあ年末ジャンボでも当たっとけば、秋葉原で爆買いでもできたんですけどね。まあ、爆買いとかトリプルスリーとか去年は流行ったようなんですけれども、一般ピープルにとっては本当意味のない話っていうか言葉ばっかりですよね。足の裏よく出るな。もうちょっと身近なものが流行語になってほしいですよね。安心してます、履いてますよの安村のあれもどうかと思うんだけどな。やっぱ流行語じゃないけど、流行した言葉といえば安保ワンだと思うんだけどな。あんだけ騒いだから、国も説明責任があるから、これからどうやって説明して選挙に勝っていくかだと思うんだけど、まあ僕が選挙を語ることの人間ではないので、ここどこで、おっと出た、硬い黒結晶のかけら。まあ昨日の夜から、まあ、今朝にかけてもうちょっと起きてはいたんですけれども、動画をちょっと見てまして、時をかける少女のアニメとアクセルワールドのアニメと、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの実写版ですね。それをちょっと見てて、どれも感動作品なんですけど、これがまた泣ける泣ける。で、まあ思いっきし泣いたんですけど、まあそれで2015年のもう汚れた部分はすっきりと流されたような感じですね。2016年こう気持ちを新たに、心をすがすがしくして2016年やっていけそうな気がします。
ネンドロイド買ってこようかな。初音ミクのネンドロイドがあったら買ってこうかな。あと公式のホームページにあったんですけれども、ポチ袋の、プレゼントがあるという、掲載があったんですけども、大人になってポチ袋がもらえるなんてそうそうないんで、まあ、ちょっと中身見ましたけどしょぼいんですけど、しょぼくてもポチ袋がもらえるだけでも結構嬉しいですね。まあ入力はしたんであともらうだけなんですけど、中に金一封もあるらしくて、中身がいくらなのかは多分すっげえ大金の人もいればすげえ安い人もいる金一封だとは思うんですけどね。そのもう超大目玉の金一封に巡り会えたら、僕も今年この黒い砂漠でちょっとやっていけそうな気もする気がするんですよね。今日本語ちょっとおかしかったな。あと残り 53K 行動力ですね。肉ばっかり、肉肉肉。あとまあ過去の話とかはあまりしたくないんですけれども、まあ毎年恒例になってるニューイヤー駅伝なんですけど、まあ昔見てた記憶があるなというのがあって、駅伝もチームプレーだと言うんだけど絶対個人プレーだよな。まあみんなのために頑張るぞ的なものはあるんだけど、お雪降ってきた。あー雑草取っちゃった。僕がまあ昔アスリートだったんで、まあ10代の頃に開花したんですけれども、小学校の時に、校内一の俊足になって、でそれから中学校になって陸上部に入って、もちろん全校生徒内で1位になるんですけど、まあ陸上部内で僕がトップなんで、僕トップっていうか市でトップだったんで、周りに敵がいなかったんで、僕
部活に入っても自主トレなんですよね。メニューをくれないんですよね。なので、自由にやらせてもらった3年間でしたね。だから野球部に遊びに行ったり、テニス部遊びに行ったり、バレー部遊びに行ったり、いろんな部に遊びに行ったりしてましたね。楽しかったな。中学生が一番楽しかったな。でも、もう中学生に戻りたくはないですね。また足の裏かよ。もう残り15行動力しか残ってないっちゅうのに。まあ、アスリートといっても短距離の方なんですけど、100、200、110ハードルをメインにやってて、110ハードルでは鹿児島県の4位にもなりました。で、長距離400以上はもう全くダメだったんですけど、1500メートルで4分台が出せた時があったので、あの時はちょっと嬉しかったですね。まあ、あんなに嬉しいこともなかなかなかったですけど、本当、長距離ダメだったんで、嬉しかったですね。さて、残り5行動力になってきました。1行動力まで黒い結晶のかけらが出る可能性はある。頑張れ。最後の1人、1匹肉だ。はい、今回は硬い黒結晶のかけらが1個のみでした。1900じゃねえや、2016年の、今年も張り切って放送してますを、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた、皆さん、今年もよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。